はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。今日は確定申告時期がこれから来るということで、基本からわかる確定申告のやり方知識編ということで動画の方を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。本日の目次はこちらです。確定申告のね、申告する所得の種類について最初説明して、二つ目が所得控除の種類について説明します。そして三つ目が税額控除の種類について説明して、最後にポイントの方を紹介していきます。よろしくお願いします。はい、それでは基本からわかる確定申告のやり方、知識編について紹介していきたいと思います。確定申告ってね、皆さんね、大変だしね、めんどくさいし、よくわからないっていう方多いと思うんですけど、全体像をね、まず把握して、基本的なところを押さえてしまってから、取り掛かった方がスムーズにいけると思うので、このような動画の方を、確定申告ね、基礎編ということで順番に紹介していく動画を作成して、YouTube の方で紹介していっています。本日の流れはこのような流れでいきます。まずね、皆さんね、申告する所得の方には種類があります。なんと10種類あるんですね。あのね、多分皆さんおそらく該当するのはね、2つか3つぐらいだと思うんですけど、メインに使うの。一応ね、所得って10種類もあるんだよっていうことを、一度ね、ざっと見ておくと、どこに該当するのかっていうのがわかるかと思いますので、ざっとね、紹介していきたいと思います。多分おそらく皆さんが当てはまるのはこの給与所得ですね。10種類ある所得のうちの1つ目ですね。給与所得になります。これは給料とかパート、アルバイトに行ったよっていう方は、給与の所得、まあ給与の収入ということで、こちらに該当することになります。そして次に雑所得ですね。これは年金もらってる方とか、あとね、会社員しながら、例えばなんかのね、あれで原稿料、原稿書いた時の原稿料が入ったとか、講演会がね、たまたま依頼されてやったとか、まあ、本を書いた印税が入ってきたっていうものは雑所得の中に入ります。次が配当所得と言われるものです。これは投資信託のね、収益がある方が配当所得に該当しますよっていうことですので、まあね、全員が全員というか一般的にあまりね、そんなに分母、数が多くないと思います。次、一時所得と呼ばれる所得があります。これは保険の満期で返礼金が来たとか、賞金が当たったとか、まあ、競馬とかね、ああいうものもそうですよね。あと当選金、そうですね。あとはね、なんかで優勝して賞金が、要は一時的にボンと入るものを一時所得に分けます。これはね、保険の満期とかもそうですよね。一時的なもので毎年毎年来るわけじゃないので、こういうものは、一時的な収入は一時所得に分けることになります。そしてこちらが次に多いのではないでしょうか。事業所得です。これはね、副業されているとかビジネスを自分でしている自営業の方、個人事業の方がこの事業所得というものに該当します。今ね、このようにね、順番に10種類紹介していくんですけど、どうしてこれを、知っておかないといけないのかと言いますと、確定申告を書くときに、このように確定申告書の B っていうものを書くときにですね、ここの収入金額を見ていただければ気づくかと思うんですけど、こちら、事業の営業、農業、まあ、不動産、利子、まあ、配当、給与所得ですね。でこちらに年金とかの雑所得、総合譲渡とか一時所得というように、この緑のところに収入金額があるんですけど、あなたの所得はどこに該当する収入ですかっていうのを確定申告書で聞いてくるんですね。ですので、確定申告のところで、あなたのね、そのね、今回申告する収入がどこの収入なのかって、こう、選んで、こう、数字を入れていかないといけないんですね。だから、例えば、事業だったら、この事業の営業等のところに書きますし、給与の場合でしたら、この給与のところの丸かってところですね、給与のところに金額を書きます。ですので、どの所得かっていうのは、ざっと知っておくと、ここね、なんでこの緑のところを選ぶんだろうって書くときに、基本的にちょっと分かっているので、理解していると楽になるかと思います。はい、それではね、1番から、給与所得、雑所得、配当所得、一時所得、事業所得が前半分あるよっていう話をしました。次のページで残り5種類紹介しますね。じゃあ6番目ですね。次、不動産所得があります。これはね、土地や建物の貸し付けですね。まあ土地があって誰かに貸しているとか、アパート、マンションを持っていて建物貸しているっていう、そういう家賃収入がある方は不動産所得というふうに該当します。次、利子所得ですね。これは預金や公社債の利子になります。これもね、あんまりそこまで見ませんので、一部の方だと思います。あと、譲渡所得というものがあります。これは不動産や株の譲渡もした時です。まあ、不動産をね、誰かにね、譲渡した、売ったとか、持っている家をね、新しく建て直したので、前のお家は売ったよっていうようなものとか、あと、株をね、売却したよとか、株を譲渡したよっていう場合は、譲渡所得というものに該当します。次、退職所得というのがあります。これはね、退職をした場合、会社員長いこと勤めて、
てね、定年ね、退職迎えた時に退職金がもらったりとか、まあね、早めのね、退職とかもあると思うんですね。希望退職ということでね、50代というかね、早めにね、退職する方もいらっしゃると思うんですけど、退職金をもらった時にはある程度まとまったお金が入りますので、その所得はこの退職所得というもので税金が金額を計算します。そして最後に山林所得です。これは山林の伐採や売却をした場合は山林所得の収入になるので、山林所得で計算してくださいねっていう風になります。ですので今ね、紹介した10種類の方法があるっていうことを覚えておいてください。大体ね、皆さんが、該当するのはここの、給与所得と事業所得が多いんじゃないでしょうか。あと次に多いのが雑所得ですかね。これはね、働き方によってはね、雑所得でね、仕事をされてるって方中にはいらっしゃるかと思います。まあ、これこがメインです。他にもこういうものがあるんだとか、あ、こう収入によってこの所得が分かれていて、所得が分かれていて、こう10種類なんですけど、その税金の計算方法がまた違ったりするんですね。控除項目があったりとかいうことで、税金の計算の金額の仕方がこれにどの所得に入るかによって違うので、きちんと該当する所得に必ず入れる必要があります。そこまでね、全部覚えなくてもいいので、自分の所得がどこになるかっていうのが分かれば OK です。まあ、皆さんこの不動産所得か給与所得、あと雑所得、事業所得あたりがメジャーというか有名どころ、まあ、もしくは皆さんがね、受け取っている収入源の中では多い項目ではないでしょうか。次はですね、じゃあ所得控除の種類にはどういうものがあるかっていうのをね、ちょっと一体ざっくりと全部ね、トータル目通した後々確定申告の時に、あ、これなんかちょっと聞いたかもってなるので、楽なので順番に紹介していきたいと思います。で、このね、所得控除の種類についても確定申告書の方でこちらですね、この所得から差し引かれる金額っていうことで、赤いところ、赤い欄があるんですね。だからここに順番に社会保険控除、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 控除っていう風に載っております。どういう内容の控除かっていうのをさらっとね、説明していきたいと思います。じゃあ所得から引かれる控除の種類何がありますかっていうと、1つ目医療費控除です。これはね、聞いたことある方多いかと思うんですけど、まあ、多額の医療費が今年1年間でかかったと、あと10万円を超えるような医療費がかかったっていう場合は控除額が発生する時があります。これね、計算方式ありますので、その計算方法に当てはめて医療費控除がいくらっていうのが出る風になっております。次に寄付金控除です。これはね、ふるさと納税したとかね、赤十字社や国境なき医師団などね、寄付金を払ったって方はその寄付金が控除されることになるんですね。支払った金額の2000円を引いた分が寄付金控除として対象になりますので、寄付金がある方はこの寄付金控除というのを使います。次、雑損控除というものがあります。これはね、自然災害や火事などで損失を負った方だけですので、まあ、大体のことはね、該当しないので、ね、あんまりこう、ね、覚えなくていいんですけど、もしそういう万が一そういう時にあった場合は控除対象、まあ、控除になる場合があるんだなということだけ覚えておくと万が一の時に使えると思います。4番が社会保険料控除ですね。これは健康保険や国民年金の支払い等が控除対象となるってことです。こちら全額になります。健康保険や年金の支払い等を社会保険料控除と言います。5つ目、小規模企業共済等の掛け金控除です。これは、自営業されている方がね、小規模のこの掛け金してるよっていう方は、その掛け金は全額控除になります。掛け金の支払いですね。その後どういうものが該当しますかっていうと、イデコをかけてるとかね、毎月かけてる、そのイデコの掛け金もここの5番のこの控除、小規模企業共済等の控除の中に入り込みます。で、掛け金の支払いが控除されるっていうことです。次、生命保険控除ですね。これはね、保険料の支払いがこの生命保険料控除で控除されることになります。皆さんご自分のね、生命保険とか、個人年金の保険、介護保険の保険かけている方は、各ね、かけている保険会社から控除証明書というものが届くかと思いますので、その控除証明書を見て、記載していけば計算が、控除額が出ます。これは生命保険控除というのは保険料の支払いの控除額だということだけ分かっておけば OK です。で、次に地震保険控除です。地震保険は控除になります。ここ気をつけないといけないです。火災保険は控除対象じゃありません。地震保険は控除になります。地震保険で保険料を支払っている分が所得控除になります。所得控除の種類まだまだ続きます。なんと14種類あります。順番にいきますね。障害者控除になってます。すいません、障害者控除です。障害者控除は、障害者を扶養されている方が控除対象になりますよっていう控除内容になります。そして次、一人親控除です。一人親控除は、まあ、離婚されてる方とかね、一人でね、子供を育ててるって方は、控除対象になるんですね。控除額があるんです。なのでこういう一人親控除っていうので、まあ、少しね、税金の控除があって、まあ、助けてくれもらっているということになります。そして勤労学生控除というものがあります。これはね、自分が働きながら学生をされているとか、例えば夜の大学に行きながら昼働いているって方は、自分が勤労学生である場合は証明書等を出せばこの勤労学生控除で税金が控除されます。ここら辺から
後半は11番から14番はね、もう皆さん聞いたことあるような控除ばっかりだと思います。これは配偶者控除ですね。これはね、奥さん、旦那さんが働いていて、奥さんがどうか配偶者控除があるってことです。これは所得が48万以下でしたら配偶者控除の中に入れます。これがね、いわゆるね、103万円の壁とか言われるものですね。次ですね、この配偶者特別控除っていうのがあります。これは所得が48万円超えていても133万円以内なら段階的に税額を控除しますよっていうね、収入所得が上がれば上がるほど控除額は少なくなっていくんですけども、今ね、働く女性を推進しようということで、少し前に、ね、新しくできた制度です。この配偶者特別控除ですね。48万円から133万円以下ないでしたら、少しね、配偶者特別控除ということで控除することができます。こちらは扶養控除です。こちらは16歳以上の方や、両親ですね、ご両親を扶養されているとか、親族を扶養されているよとかね、自分の家でね、面倒見ているよ、生活費も出しているよっていう場合は扶養控除があります。そして最後14番基礎控除です。人間誰でももらえる控除です。だから、その申告する人一人につき一つ基礎控除がついていると考えておいてください。この控除額が、今年ね、改正されまして、改正前は38万円だったのが、控除額が今年から、48万円になっておりますので、もしね、手書き等で記入される方はね、そのいつもね、いつもの癖で38って書かずに48万円、ここで10万円分変わってきますので、ここは必ず改正ということで、間違えないようにご注意ください。損してしまいます。こんな感じでね、所得控除の種類は1番から14番があります。で、この種類がこの確定申告書で言うと、所得から差し引かれる金額というのに順番に、社会保険料控除だ、これいくら、年金と健康保険合わせてこんだけ払ってますよ、小規模協賛のおかげでこんだけありますよ、まあ、生命保険料のね、金額控除額計算したらこんなになりました、自身保険という感じで、基礎控除、配偶者控除、勤労学生控除とか障害者控除というふうに入れる金額を記入するとこがありますので、皆さん自分がどの控除があって該当するのかっていうのを、こちらの方でしっかりとチェックしていただいて、必要な書類を集めておいてほしいと思います。というわけで、所得控除の種類をざっとね、本当にざっとですけど紹介しました。これ詳しい内容を一つずつ一つずつやっていくと、またね、ちょっとね、動画が長くなってしまいますので、またね、機会がありましたら、一つ一つゆっくりね、これは生命保険控除はこういう仕組みで計算しますよとか、控除額こうやって出しますよとか、医療費控除の控除額はこうやって出しますよっていうのが紹介またできたら、動画の方にしたいと思います。今日は、今回はざっくりとこういう控除があるよっていうのを覚えておいてください。そして次です、税額控除の種類です。今言ったものとはちょっと少し変わって、もう直接ダイレクトにそのまま税額が控除できるってものがあるんですね。これは他にもたくさんあるんですけど、まあ、あえてね、そんなに上げませんでした。今回と用紙でいくと、ここのところに書いてあるんですけど、この税額の計算のところの税額控除のこの青い紫っていうのかな、税金の計算のところに順番にあるんですね。ここに政党とかの寄付金控除とか、住宅震災改修特別控除と災害減免税という形で、ここのところになります。これは、こちらの方で収入がいくらありましたって所得を書いて、控除される金額をと、ここに税額が出るんですね。合計あなたの今年の税金いくらですよってなるんです。そこからさらにダイレクトに引けるのが今から紹介するものになります。これにどういうものがあるかと言いますと、もうこれが一番有名です。もう住宅ローン控除です。これはね、新築でね、家を建てたとか、条件があってね、中古だけど回収したとか、この住宅ローン控除がある方は、税額出た後にダイレクトにその住宅ローン控除で差し引くことができます。例えば今年の税額がじゃあ50万円でしたと出ました。住宅ローン控除が20万円ありますってことは、50万円から住宅ローン控除、そのままダイレクトに20万を引いて30万円の税金を払うという計算になります。ということで、一番有名なのが、まあ、大体あるであろうというのはこの住宅ローン控除です。そして住宅ローンの中でもね、住宅ローンの中でもこの特定増改築等の住宅借入金に該当する方はこちらの方になりますし、耐震の改修をされたことはこういう形で、控除される場合があります。まあ、大体ね、この辺は2番3番というのはちょっとね、特殊なケースになりますので、大体普通、まあまあ大体の方はこの住宅ローン控除があるんではないでしょうか。で、その他でね、災害減免税ってありましたけど、こちらもちょっとね、特殊な減免額になります。災害にあったとか、まあ、地震が起こった地域とかそういうことになりますので、あまりね、皆さんは該当しないので気にしないでいいんじゃないかと思います。あと、ここ源泉徴収税額っていうのを書く欄があります。これね、ちょっともう一回用紙戻りますけど、用紙に戻るとここですね、この
源泉徴収税額ってこう48番があるんですけど、ここに記入することになります。これが何かと言いますと、収入から天引きされていたものがこの源泉徴収税額になります。ですので、会社員の方だったらね、会社員の給料から自動的に何か税金って天引きされてると思うんですよ。その天引きされてる金額が源泉徴収税額って書いてありますので、その金額を先ほどの紫のここのね48番に書くということになります。で、自営業の方でもね、例えばね、何か外でお仕事をした時にこの源泉徴収票がもらえる時があるんですよね。私も税理士としては自分の本業があるんですけど、やっぱ税理士会で何かしら行った時はこの源泉徴収票がもらえます。で、その時に出る、税理士会から出る報酬っていうのは源泉徴収額が引かれてるわけですね。なので、その源泉が引かれてる場合はその金額を先ほどのところに記入して、直接もう先払い、税金を先払いしてますので、その分をダイレクトに差し引くことになりますので、こちら忘れずにご記入ください。ある方は、ない方もいます。これが全くね、会社員の方とかは書かないといけませんし、会社員しながらフリーランスしてるとか、そういう方もここに、記入する必要がありますので、お気をつけください。でね、こちらね、確定申告書のね、ものになるんですけど、またね、実際こちらのね、用紙の書き方っていうか、サンプルみたいなものを使って、実際こういうふうに書いて、こうやって計算しますよっていう動画もね、やりたいなと思ってますので、またね、順番に基礎から積み上げて、いきなりね、こっちやるとできませんので、まずはね、準備編ということで、知識編ということで、今回はね、どういう控除があるのか、どういう収入所得があるのかについて解説しました。はい、そしてまとめです。申告準備はお早めにっていうのはね、もうこれ本当は納期がありますね。一応締め切りがありますので、今年だったら3月の15日までに確定申告を出さないといけないので、もうそろそろ準備していった方がいいです。申告準備を早めにするっていうのは、例えばね、書類を揃えるときに、あれ、書類なんか紛失しちゃったから再発行お願いしたいなとか、なんかね、届いた書類、国民年金とかのね、健康保険の支払いの控除証明書なくしてしまったって再発行してほしいとか なりますと、またちょっとまた時間かかってきてしまうので、申告準備もしくは書類の準備とかね、もうレシート領収書の準備の方はもうぼちぼち取り掛かっていて、もう遅いことはない、もう早いに越したことはないので、早めにしてください。確定申告は提出に期限がありますので、余裕を持ってすることをお勧めします。ギリギリになってね、いいことないです。ほんでギリギリになってミスしてしまったり、間違ってるってなってね、その期を超えてしまうと、ね、急に修正申告になったり、更正の請求しないといけなくなります。年内出したら、もしミスに気づいても、年内に出したものは自動的に後に出したものが上書き、まあ、最新のものとして捉えられますので、余裕を持ってすることが大事です。もう本当にギリギリでいいことはありません。私ね、オンライン上に税理士を味方につけるということで、オンラインサロンの方を運営しております。月額制の完全会員制、まあ、相談や無料もできます。あとね、ズーム会議でして私とコミュニケーションも取れます。もしね、興味ある方はね、入会の詳細をね、書いた URL を概要欄に貼っておきますので、クリックしてぜひぜひチェックして入会の方お待ちしております。はい、それでは動画の方、本日も最後まで見ていただき本当にありがとうございます。高評価ボタンのグッドボタンぜひぜひお願いします。あとはね、感想やコメントも目を通してますので、いただけるととても励みになります。あとこちらです、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画以上になります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。確定申告頑張りましょう。